り方温度でございます。主催者は星野拓陽さんです。絵幕が繰り広げられています。さあ、メアリさん、この大雑魚どれくらいの大きさか分かりますか？はい、うん、いや、惜しいですね。実はね、縦7メートル、横5メートルありまして、畳24畳分、重さ50キロ、まさに世界最大級の合戦凧なんですよ。びっくりですよね。さあ、合戦に打ちますと、会長、絡みそうですね。Yeah, I'm going to go to the hospital.
ますので、巻き凧の方は通常通り凧橋の方から上げてみてください。山ちゃん待ってください。またお願いします。いいですか。各凧組の上げ手の皆さん、審判長の報道が聞こえましたか。ただいま風向きが変わりつつありまして、中の口側を吹き上げる北風に変わりつつあります。本来の立ち上がり場所から立ち上がってみてください。
線のお客様にご案内申し上げます。非常に大阪発線は80メートルの中の月沢を引き上げる北風、下風がないと300年の伝統の技をもってしましても畳26畳の大きさがあります大凧、なかなかうまく上がりません。これより風向きが変わりつつありまして、本来の合戦が見られるかと思われますので、今しばらくお待ちくださいますようご案内申し上げます。畳24畳の大凧13組ございまして、400枚ほど制作しております。東西に分かれて合戦することになっております。相手の箱砂がブーツッという音を立てて切れる感触、白根大凧合戦の醍醐味を味わってくださいますよう、大凧を使いましたら箱砂に捕まっての応援をお願い申し上げます。直径 2.5 センチ、長さ150メートル、重さ60キロほどの浅砂で上げております。この砂が滑るまでの引き合い合戦を行います。はい、こちらまだあまり雲が上がっていませんので、昨日の映像をご覧いただきましょう。昨日まで風の吹きの場所に50キロありまして、まさにね、八千凧としては世界最大級なんです。すごいでしょ。まず今ね、では会長、昨日の聞いてみましょうか。はい、あ、違った、ごめんなさい。私今手元にね、この綱を持ってるんですよ。これが凧を繋いでる綱なんですよね。
両チームが
タコを上げまして、そのくらい、絶対のくらい上げた、そのくらい上げて、カバーに落ちたら、両チームが向き合います、そして相手のチームの砂を引き落とした方が勝ちという、熱い、熱い合戦なんです。それでは会議員が、復活戦闘会の副会長です。バッチリです。